今ね3時54分ですね。ここはですね、尾瀬の三池の駐車場に、今着きました。ちょうど先月もね尾瀬来ましてね、ちょっと天気が悪くて車中泊を楽しんだだけでですね帰ったんですけど、まあ、その時はまあね、あの残雪もあって無理しなかったんですが、まあ、今日はね天気も悪いんですが、今日も車中泊してですね、駐車券をお取りください、はい、場内の案内表示に従ってご入場ください。さて今日はね土曜日なんですけど、今日自体の天気は、まあ、こんな感じで、あの雨は降んなかったみたいでね、うん、おお、なくなってる、あの巨大な石けんというか雪の塊が消えましたね。駐車場が広くさっきあそこ止めてたんですけど、アブがものすごい蜂も飛んでてね、まあ、大して距離変わんないんですけど、まあ、入り口に近いところに止めてみました。カグママ号ですが、まあ、車中泊仕様にしたと言ってもですね、まあ、特別何の工夫もしてないんですが、まあ、後でちょっと工夫したところはですね、お話したいと思います。とにかくウェルカムビールやるか、高いビール、プレモル、キンキン、はい、こうやって、うん、最後だけ取る、うん、はい、こっちかね、はい、じゃあ、はい、車中泊というか明日、しゆちヶ岳に無事登れることを祈って乾杯。乾杯。うわぁ。おいしいね。甘も違うね。これは最高。また明日ね天気次第なんですけど、ザーザー降りだったらめんどくさいから登んないけど、まあ梅雨明けで、しかも今度ね台風がなんか九州の方に行ってるっていうんで、この辺も前線刺激されちゃってシクシクしてるんですけど、なるべくね明日は頑張って登っていきたいと思います。前回は窓の目張りをですね、厚さ1センチぐらいのウレタンのシートを切ってですねやったんで、ほとんどプライバシーは OK だったんですけど、今日はね忘れちゃったんだよね。だからカーテン式のやつがあるんだけど、あれは薄くてね覗こうと思えば、まあ別に覗かれたって構わないんだけど、うん、ちょっとね気分いいもんじゃないんで、まあ、なんとか工夫したいと思います。ですね、だんだんやっぱりね山あいだから暗くなってきてますね。今ぐらいの時間だとですね、日内から降りてくる方も結構いますね。ちょうど山頂でご飯食べて降りてくると4時ぐらいだからこんなもんですね。ここはですねカウママ号の中ですけど、ちょっと例のさっき話した目張りを忘れてきちゃったんで、まあ、車の中に積みっぱなしのオートバックスで買ったやつですね、これをですね使えれば、これはね車中泊用に、まあ、道具をねひとまとめにしようと思ってですね、ちょっと余ったというか山道具入れてた箱をですねちょっとこれに使ってみました。中にはですね携帯コンロだとか、あとは、まあ、箸とかスプーンとか、あとはちょっと簡単な料理ができる、スパチュラだとかですね、ターナーとかが入ってますね。これが100均のボンベ。これは何だろう、ラジオかなんか。あとこれがですね、ランタンですね。ランタンが入ってますね。
これがですね、確かケトル、やかんね。ちょっと下がですね、ユニフレームのあのちょっと使ってないクッカーがあったんで、フライパン付きのやつですけど、これ持ってきました。一応こんな感じでですね、車内整理して、まあ中で飯食えるようにだんだん作っていきたいと思います。これがあのあれですね、作ったやつ、あのこんな風にですね、100均のまな板をヒートガンで炙ってですね、鋭角に曲げて、ちょうどこの内装とですね、内張りの隙間ですね、まあ、ここはどんな車でも空いてるんですけど、これをモバイルバッテリーで、つなげてます。これ1万3000のモバイルバッテリーだと、これ12時間ぐらい使えるんで、こちらもですね、あとカブママの横にも、結構ですね、目張りが貧弱な割にはですね、中の光はもうすごいですね。あとこれがですね、そこには見えますかね、ゴミ箱と、右がゴミ箱ですね、それと向こう側がキッチンペーパー入れ、これ吸盤を買ってきてですね、道具入れに、まあ、お腹のところにですね、くっつけています。でこれがまあ我が家の冷蔵庫ということで、これはもう前回お話しですね、超冷え冷えのロゴスのマイナス16度氷点下クーラーかなですね。こちらですね、ほんとちっちゃいですね、だいたい僕の手が20センチなんで、だいたい20センチの長さしかないですね。こっちは17、8センチ、あのキャプテンスタックのコンロなんですけど、ちょっとねちっちゃいやつが、まあ、どうして大したことをやんないんで、だからこれがですね、激安であったんで思わず買ってしまいました。一応ですね、煙物はなるべく車の中には入れたくないんで、こんな感じでゲートのすぐ横ですね、乗せてます。これね、ちょっと水平撮るのに使ってるんですけど、これ iPhone のですね、コンパス、これ裏画面だと水平器なんですね。水平器でね、ちょうどね、さっきみたいに緑の画面、完全水平撮るとこれ緑なんですね。まだあの5時ちょっとなんで、まだ休憩しようと思ってます。あのね、ちなみにね、これあの象印の、まあ、マウンテンハートワイヤーって書いてありますけど、象印のこれ 1.5 リッターかな、まあ、中泊用にと思って、これカップね。これね、何がいいかというとね、これ巨大な受け口がですね、広いんですよ、うん。でね、僕はね、これ氷入れに使ってます。なかなか氷ってないでしょ。これね、イオンで氷仕込んできたんで、まあ、間違いなくこれ2日ぐらいは持つと思うんで、山の上でも下でも冷たいものは冷たくということですね。休憩だいぶしてましたね。2時間ちょっと。でね、車の中は、まあ、こんな感じ、結構明るいですよ。この車の一番後部の部分でちょっと煮炊きを始めようと思ってるんですけど、あのご飯はね、もう炊くの大っ嫌いなんで、もうこれにします。それと今日はあのイオンでですね、まあ、2つでよりどり780円ということで、照り焼きチキンと、なんだろうね、これガーリック香味チキンステーキ、まあどっちもチキンだな、チキン好きだから、これをね、フライパン、まあ、このフライパン多分ね17センチ、まあ、そんなもんですけど、これで焼いてですね、あとサラダね、ちょっとパワーをつけて、まあ、そんな夕飯を作っ
作りたいと思います。よし、じゃあご飯ができたので、ちょっとこれはこれでね、あの肉を焼くまで開けてももったいないんで、とりあえず置いておきます。まあ、どっちから焼いてもいいんだけど、これから焼きますかね。すごい虫が集まってきたんだけど、ガーリック、ガーリック香味チキンステーキ、じゃじゃん。はい、ちょうどね、このフライパン大きさちょうどいいですね。これすごい切れてねえじゃん。紙切る系だね。皮から、これはすごいね。豪快だ、豪快だね、うん、まあいい感じだね。え、すごいいい感じだね、うん、もうちょっとちょっと弱火で焼いてるんだけどね、これ強引だから、ちょっとね、布団が跳ねるんですよ、ね、あ、布団に跳ねるんだね。これね、野外用なんだけど、まあ、背に腹は耐えられないんで、こうだね。これは深刻だ、うん、なんかだんだんインドの屋台の本当にある、うん、おお、すごい、いいね、インドっぽいね、インドっぽいね、うん、おお、うん、次、いやーすごいね、すごいいい匂いがしてますよ、うん、あの照り焼き、あのね、最近 YouTube でハマってんのが、あのインドの屋台っていうのにハマってんだけど、なんか見ててうおーなんて言ってたのが現実今やってるような感じがして。照り焼き、これはまたちょっと匂いが違うね、うん、違うね、照り焼きだからね、うん、砂糖のご飯でしょ、うん、でこれがなんだっけ、うん、ガーリックなんとか、ガーリックなんとかと、これが照り焼きなんとかで、うん、これがサラダなんとかですね、うん、非常にあの車内もうん、まあいい感じですね、うん、こうしてね、広角 GoPro で映すとね、広く見えるんだけど、実はもう、うんうん、
はい、じゃあ、はい、乾杯。いただきます。いただきます。いただきます。こっちは照り焼き。あ、おいしい。うん、うん、おいしい。これがね、ガーリック、ちょっとね、もうちょっと塩は違った方がいいかもしれない。おい、うん、しい。じゃあこの照り焼きはものすごくおいしい、これ。おいしい。ね、うん、これいいね。これ何？シーザー。シーザーなんとかですね、これ。今ね、4時39分。おはようございます。天気はね、さっき朝焼けしてたんで、午前中はいい天気になると思います。朝飯食って、日打ちに向けて出発しようと思います。いただきます。いただきます。どっち？